。というわけでいきましょう。今日の質問はこちら。はい、大学時代トラックもやってたんですかっていう質問です。こちらね、結構なんていうんだっけ、こういうのって、ちょうどいいタイミングでのね質問ですね。はい、今は最近はね、あのバンクリーグとかも結構やってるんでね。はい、というわけでこちらの回答は、高校時代はポイントレースでアジア選手権で優勝してますし、大学時代は段抜きでインカレも国体も勝ってます。プロになってからはトラックから離れていましたが、昨年あたりから再び取り組み始めました。ロードに行かせることも多くていい感じですと。はい、というわけでね、トラックに関する質問ですね。トラックレースに関する質問、基本的にね、まあそのどうなんだろう、自分はロードレーサーってイメージが結構強いのかな、一般のてかファンの方の間では。はい、まあそうなんですけどね、基本的にね、大学卒業後ニッポ入って1年目はちょっとやってましたけど、それ以降1年目以降はね、トラックレースには基本的に参加せずにロードレースだけやってきてましたので、基本的にロードレーサー、まあロードレーサーなんですけどっていうイメージが定着していますし、そういうイメージが強いかなっていうふうには思っています。特にね、ファンの方に認識され始めたのがツールド北海道とかそこら辺だとは思うので、まあメインはね、ロードでの活躍で目立っていますから。ですからね、まあ基本的にトラックやってたんですかっていう質問はね、結構受けたりするわけです。結構ちょくちょくね入ってくるわけです。はい、そしてね、トラックに関してはね、はい、肝心の質問に対する回答ですけど、トラックに関しては高校時代はね、超がっつりやってましたね。っていうか基本的にね、ちゃんとしたっていうか、まあ数年間続いているような部活として成り立っているような高校の自転車競技部っていうのは、インターハイとかをメインの交代連のレースをメインに活動していますので、ロードレースだけでなくトラックレースもしっかり取り組んでいる高校が多いです。でね、例に漏れず自分も、そのトラックレースも結構やっていましたので、メインはね、ポイントレースとロードレースっていうね形でしたね、高校の時には。でまあ、ロードでも当然成績は出せていましたけど、もともとの話で言うのであれば、奈良インターハイがあったんですよね、高校3年生の時に。その時にメインで狙っていた種目はポイントレースでしたね。ロードレースが鈴鹿サーキットっていうこともありまして、鈴鹿サーキットじゃさすがにちょっと着くのは厳しいのじゃないかって話で、もうトラックのポイントレースでまず優勝しろみたいな雰囲気はありまして、高校の時にね。ですから高校の時のポイントレース、奈良インターハイの時にはね、2位になってるんですよね。鍛造がね、初っ端から逃げましてね、3、4名で、そのせいでラップもされてね、追い上げるのがかなり苦しくて、なんとか2位っていう結果だったんですよね、奈良インターハイの時のポイントレース。まあその後ね、ロードで鈴鹿サーキットで優勝はしたんですけど、あとは段抜き、高校の時もね、7位とかかな、入ってたと思いますね。半分ぐらい自分が引きましてね、12周、33バンクなんでね、奈良競輪場って。だから12周の段抜きなんですけど、6周ぐらい自分が引きましてね、確か。結構大変でしたね。はい。で、まあ、それで7位とか入ってるんですけど、あとはポイントレース、しかやってないんであれなんですけど、ポイントレースの話をするのであれば、高校2年生の選抜大会、冬の大会ですね。でもポイントレースは優勝したんじゃなかったっけな、確か。はい、確か選抜大会優勝してるはずですね、ポイントレースで。で、あと、まあ一番大きな成績、トラックでの一番大きな成績を上げるとすれば、何でしたっけ、アジア選手権、高校3年生のアジア選手権にてポイントレース2ラップ3ラップぐらいしたのかなって記憶があるんですけど、それでね、結構ぶっちぎりで優勝した記憶があります。そうですね。でね、自分が高校の時に
高校3年生の奈良インターハイで優勝した丹蔵ってのは徳田丹蔵ですね。今鹿児島いるんかなって感じですけど、徳田丹蔵自分の1個下ですねがね、奈良インターハイでポイントレース勝ってるんですよ。はい。でまあまあまあトラックレースに関してはポイントレースメインでずっとやっていて、でも大学入ってからはね、まあポイントレースはもう走らなくなっていまして、メインは団体4抜き団抜き4キロのチームパシュートですねをメインで 大学の時にはやっていました。はい。まあどこだったっけな、成績インカレ何回か勝ってるんですけど、1年生の時は着った2位か3位かかな、でも2、3、4あたりの段抜きは優勝したんじゃなかったかな、インカレっていう感じなんですよね。結構何度か優勝したりしてるんでね、記憶が曖昧だったりするんですけど、段抜きは。で4年生の時は走んなかったのかな、段抜き。まあでも優勝してるんですよ確か。はい。で国体もね、奈良県で段抜き出走してまして、2回ぐらい優勝してるのかなっていう感じですね。奈良県のその大学入ってからの奈良県の国体の際には、まあ基本的に入部さんとか吉田さんとかいたんで、中距離系の種目には自分は個人種目には出場せず競輪とか走ってましたね。だからそういうところで個人種目での成績は出てないんですけど、はい。あとはね、そう、大学卒業してからはまあほぼやってなかったんですよ。でもね、去年からかな、三重県で国体出場することになりまして、そういう関係もあって今年から去年からトラックレース結構頻繁に走るようになっています。今のところはね、今のところっていうか、まあポイントレースとか段抜きとかオムニアムとか結構メインでね走っていますね。まあ高校の時と違いましたね。そのみんなギア踏むようになってますし、レースの速度域もね全然段地速度が全然違いますんで、なかなか大変ですね。しんどいっすね、トラックレース。はーい。簡単じゃないっすね、やっぱ中距離って。はい。ロードの方がまだ楽ではあったりするかなって、まあロードマンからすればね、そういう風に感じるのは当然なんですけど、ロードの方が楽だな、やりやすいなとは思ったりしますね。バンクの周長に関してはね、自分がね、その奈良でずっとね、サンサンバンクでやってきていたこともありましてね、サンサンバンクのその一周の秒数とかを聞けば、だいたい速さとかそのどれぐらいのペースかっていうのを把握できるんですけど、400ってなかなかやってこなかったんでね、その秒数を聞いてもパッとねイメージがつきにくいんで、ちょっとね自分的には三三の方がやりやすいかなっていうイメージはありますね。まあずっとね高校の時に練習してきたバンクがね三三だったからっていうのが一番の原因なんですけど、理由なんですけど、はい。なとこですかね。だからね、大学までは、まあ高校まではポイントレースがっつりやってて、大学までは段抜きもやってましたと。で最近また団体追い抜きとかトラックレース始めましたよっていう話でした。はい。